2番の橋本は1番前、1番の蛭田が4番手、4番の市村7番手、5番の竹田城短期9番手、まず7番手から4番市村、兵庫勢に5番竹田城3人で上がっていく。2番の橋本塁、前前踏み上げる打掌の周回。1コーナー7番手から1番の蛭田が早めに攻めてくる。バンクの上の方に上がって勢いよくてまさにエイヤーと勝負にいった。1番の蛭田が準決勝でも決勝も先行、ジャンからいった。7番手から2番の橋本塁、橋本塁が仕掛けて5番の竹田亮がセンテナに乗り換えを防ぐがちょっと行きいけない。2番の橋本ロングスパートいけないか。1番の蛭田の気迫が勝った。2番の橋本後ろ、7番の柏山連結離れしまった。1人で橋本攻めて攻めて攻めき攻めきれないか。9番小玉の力抵抗があったが足を食べて、今度は2コーナー7番手5番の竹田亮ワンチャンス勝負をかけた。竹田亮目の覚める幕に3番手2番手9番の小玉の横、8番手が4番市村枕外へ浮いた直線。1番蛭田先頭、外から9番5番伸び比べ竹田195並んだか。7番の真船1番前、3番の鷲田が5番手、直後6番手2番の酒井、9番手森山の位置取り。3周4コーナー6番手酒井が動いた。関東3名に9番森山、4人で上がるか。正攻法真船が取った手段はまず一旦突っ張った、一旦突っ張ってペースを緩める。3番の鷲田が5番手切り替え、9番の森山が鷲田の人6番手切り替えた。酒井が7番手下げさせられた。ラインの長さをフルに生かす真船、どこまで己の先行が持つか。酒井は7番手、準決勝よりまだ一つ後ろです。鷲田は1は準決勝一つ前の5番手、森山6番手、森山も準決勝一つ前の位置です。2番の酒井がホーム車間湧きた。5番手の鷲田6番手森山も前と各々の車間湧きている。番手の佐藤も車間湧きた。7番手から酒井のまくり正木はついていけない。バック5番手鷲田合わせきれない。2番の酒井のまくり3番の鷲田乗り換えた。1番の佐藤止めきれない。4コーナー耐えた。酒井先頭、酒井先頭、やはり主役は俺だと言わんばかり決めてゴール。2番1番3番酒井よ。負けました。やばいなこりゃ。